私はですね、ダイエット関係の情報提供も含めて、動画配信をどんどん行っていきたいと思います。まあ、動画配信だけじゃなくて、まあ、今年はそう、Facebook がですね、まあ、爆発的に日本でも普及するだろうと言われてるんですけど、まあ、これはほとんど確実だと僕自身も思ってますので、Facebook をどんどん活用していきたいですね。まあ、誰もが言ってることなんですけど、そして、去年はですね、まあ、動画を、水曜坂 TV 等でですね、動画をちょっと扱い始めたわけなんですけど、今年はどんどんコンテンツとして動画のコンテンツを増やしていって、YouTube、Ustream、それからツイキャスですね、これらを、総合的に使っていって、で Twitter と絡めて、もちろんアメブロとかですね、ミクシーとか、あらゆるソーシャル、メディアを使ってですね、ダイエットカフェの、ことを、日本中の皆さんに知っていただきたいなと思います。今ですね、緑地公園の駅を降りて、千里浜に向かっています。緑地公園というのは御堂筋線からまっすぐ、北に上がったところがですね、江坂から先が北大阪急行っていうんですけど、そのですね、江坂から1個北の駅です。それで千里浜は、そこから東の方向になっていて、ダイエットカフェの最寄り駅は阪急千里浜駅で、この場所は、御堂筋線と阪急の接続はですね、ちょっと良くないんで、大概は緑地公園まで会釈から地下鉄で行って、で緑地公園から千里浜まで歩いてるんですね。でこの道のりが早歩きで13分ほどなんですが、この今登ってる坂が結構ねきつくて、ナスだったらもう汗だくだくで、お店に着いたら T シャツ着替えるくらいなんですが、これ、まあ、玄ちゃんを持っているので、原付で通うようになるとちょっとですね、なんていうか、原付で、まあ、原付に慣れてしまって原付ばっかりで通ったりすることもあるんですが、そうすると何かしらやっぱ体の調子がですね、歩いてる時はよりはちょっといまいちというか、やっぱり歩いてる時の方が調子がいいということなんで、今年もよりですね、積極的に歩いていきたいなと思ってます。よく主婦の方とかで、いろいろ体を動かしているので、運動になってるって言ってくださる方おられるんですが、人間がですね、カロリーを、たくさん使うのはですね、下半身の筋肉なんですね。下半身の筋肉を動かしたときに、運動による、エネルギーの消費がたくさん行われるので、歩くっていうことは実はすごく良くて、まあ、僕らとしてはベストとしては1日1万歩歩いてくださいと言ってます。まあ、なかなかですね、僕自身特別な運動っていうのは全くできてないので、そこまではできてないわけなんですけども、ただこの歩くってことはすごい健康のためにもダイエットのためにもいいです。で、なんでいいかっていうとですね、歩くということは自分の体重を移動させるということはですね、その体重かける距離の分だけの運動エネルギーを使うわけなんですね。でこれが非常に大きいと。だから同じ場所にとどまっていて手や足を動かすよりも圧倒的にエネルギーの消費が大きいです。でそして、歩くことによって何ができるかというとですね、下半身の筋肉を刺激するので、筋肉が落ちるのをできるだけ防ぐことができるということです。でそしてもう一つ大事なのは、運動、例えば歩くことによって筋肉を動かすことすごく大事なんですけども、それだけダイエットをしようとすると何が起こるか、
実はあまり筋肉は保てなくて筋肉が燃えちゃうわけなんです。一番最初にエネルギーに何を燃やすかというとブドウ糖、炭水化物を分解したブドウ糖が燃えて、その次にですね、実はタンパク質を分解したアミノ酸が燃えて、最後に脂肪が燃えるんですね。だから脂肪っていうのはめちゃめちゃ燃えにくいものなので、一般的なダイエットをやってしまうと、脂肪よりも先に筋肉が落ちてしまって、筋肉が落ちるとどうなるかというと代謝が下がります。代謝が下がると、燃えにくい体、つまりリバウンドしやすい体になって、そしてダイエット前の生活に戻して、でほとんどの方がリバウンドしているということなんですね。で、真剣にダイエットをしたい方が、3年間痩せた体重をキープできる、確率っていうのはですね、日本の統計で 0.5%、 200人に1人と言われてるんですね。これは非常に難しい。なのになぜ、僕自身が9年半以上ですね、ダイエットして体重をキープできているのか、そして、ダイエットカフェのお客さんやですね、そして僕の仲間のダイエットコーチたちがなぜ10年も15年も、ダイエットしてなおかつ、キープをできているのかというとですね、特に重要なのが筋肉を落とさないでダイエットするということなんですね。そのためには何をするかというと、ここポイントなんですが、筋肉の材料を、大量に体に入れてやると。筋肉の材料って何と言いますとですね、これはタンパク質なんですね。ですからタンパク質を、たくさん、毎日摂取するということが筋肉を落とさないためのポイントであります。じゃあどれくらい取ればいい、タンパク質を取ればですね、筋肉を落とさずに健康的にリバウンドしにくいダイエットができるのかというとですね、女性の方だと 75g から 100g、そして、男性の方だと 100g から 150g を1日で摂取するということです。でこれは、一般的に1日の所要量として必要と言われているタンパク質の量よりは相当多いんですね。でこの量を、普段から取れている方というのは非常に少ないんですが、これはですね、僕が勝手に考えた数字ではなくてですね、UCLA の、人間栄養学研究所の所長のですね、デビッド・ヒーバー博士という、大豆プロテインの権威で、ヒラリー・クリントンの主治医であるですね、教授が、医学部の教授でもあるんですけど、彼の研究の成果による、科学的実証のある数字だということです。で僕たちはその数字をですね、実現することによって健康的でリバウンドしにくいダイエット、そして一生、病気になりにくい、体づくりを、進めていると。そしてですね、地域の方はもちろん大阪中、日本中、そしてゆくゆくはですね、世界中にですね、この健康的なダイエットを進めていきたいと思っています。今年はですね、去年、僕自身はそれまでダイエットコーチとしてほぼ9年間の、経験があったわけなんですけども、去年の1月はですね、まだサラリーマンをしていて会社勤めですね、人事とか総務とかだから、この時期はですね、新卒採用の準備ですごく大変だったんですね。で6月の前になると株主総会の準備とかですね、そういうことをやってたんですが、ただですね、もう一つの自分自身のビジネスとして、ずっとですねダイエットコーチとしてやってきて、で去年の1月末で、その会社員としての人生に区切りを打って、そして今最も必要とされている、そして世の中の役に立てる、で自分自身も大好きな、このダイエットの仕事をに、どっぷりとですね、足を踏み込んで、でこれでやっていこうとやっています。でそしてそのちょうどいいタイミングでツイッターというですね、素晴らしい、ソーシャルメディア
に出会うことによって、プロモーション費用っていうのがですね、ほとんど使わなくて、そしてすごく良い方とですね、ツイッターを通して、出会うことができました。そのご縁にですね、すごくすごく感謝してるんですね。で、まあ初年度1年目としては、なかなか良いスタートを切れたと思います。なので今年はですね、このダイエットカフェの、事業をですね、初年度に比べて、5倍に伸ばしたいと思っています。で、5倍に伸ばそうとするとですね、当然僕一人では、全然無理なんで、僕と一緒に、お客様のお世話をしてくださる、パートナーとしてのダイエットコーチ、ダイエットインストラクターをですね、育成して、でその方たちと一緒にやっていきたいので、そういった仕事をしたいという方はですね、ぜひダイエット千里山ダイエットカフェの長山まで声をかけてほしいと思います。今台湾は、ダイエットカフェみたいな店が1000軒あって、韓国では3500軒あるんですね。で、日本では150軒しかないので、この3年で3000軒には持っていきたいと、まあ、僕と僕の仲間たちでですね、一緒に持っていきたいと思います。そして、それだけではなくって、まあ、ダイエットカフェをしようと思うと、まあ、少々のですね、資本はかかるかと思うんですが、ほとんど資本をかけずにできるダイエットスクールというコンテンツもありますので、それをですね、日本中に、1万から2万のですね、ダイエットスクールを開講している状態にしていきたいなと思ってます。そんなこんなで、ダイエットカフェに着きましたので、今日の配信を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。取れたのか。